ケースダイロをご覧の皆さん、こんにちは、福井聡太です。山本瑞希です。日本版ならではの魅力が、うん、難しい、ね。まあ、僕はキャラクターで言うと少し可愛らしい面を見せてるかななんてちょっと思っています。その僕らしさというか、僕ができるこの役を考えたつもりです。韓国版よりもこう話全体がキュッとしている部分があるので、感情を分かりやすく伝えたかったので、私もちょっと韓国版より少しこうマイルドな印象になったかなと、自分が演じている役はそう思ってます。まあ、本当に濃縮されて、こう見たいシーンがギュッと詰まってるっていう感じになってるかなって思いますし、見逃せないシーンは、全部入ってますっていう感じになってるかなと思いますね。そうだね、キュッとなってるのも最初から最後まで全部見どころみたいな感じになってます。確かに確かに。もうこの作品ですごく大ファンになりました、キム・スヒョンさんの。なんかなんとも言えぬあの宇宙人感は素晴らしいなというふうに思いましたし、もうちょっとエスっ気のキャラクターも、顔は少し可愛らしい印象を受けるのにもかかわらずエスの鋭さを持ってるっていう、多分それって彼が持ってるそのお芝居の力だと思うので、そういうところはすごく見習うなっていうふうに思いましたし、今回もそこいい部分はすごく勉強させてもらって抽出してしました。私あまりその韓国のドラマっていうのをそんなに拝見したことがなくて、今回本当初めてぐらいちゃんと見たんですけど、彼女はすごく一見ガサツな感じに見えるんですけど、すごく品があってナチュラルで、すごくこう天真爛漫で可愛らしくて、あれは本当に持っていないと出せない部分だなって思ったので、本当に素敵な方なんだろうなと勝手に想像してます。面白かったこと あ、ね、浮きましたね。飛びましたね。でも飛んだよね。僕浮かしました。しかもあなたは2人とも飛んでるよね。僕もまだ飛んでますけど。飛んだね。ワイヤー使ってね、遊園地のとこでね。あの時が止まる。あれどうでした？僕は止めでばっかだったんで、自由でした。こっちは結構まあアナログにこうピタッと止まっとかなきゃいけない。しかも結構腹筋を使うから、こういう体勢で止まらなきゃいけない時はで、ゆっくり歩いてくる早く歩いてきてよこっちは本当にまばたきも我慢して一生懸命止まってるから、ね、早くしてって思いながら止まってました。あった、大変そうでした、うん、僕は結構大変なシーンってなかったんですけど、結構大変なシーン多かったんじゃないかなっていう印象。ね、よく喋るなって思ってた。セリフもたくさんあって僕が聞いてるだけだったんでよかったんですけど、泣いたり笑ったりその名シーンがギュッと詰まった、全10話になっていますし、その中で、ミステリーの要素もあったりとかして、そこもちゃんと色濃く描いていて、でラブのキュンとする部分もたくさんあると思うので、ぜひ見てほしいなと思います。よろしくお願いします。そうですね、やっぱり経営スタイルを見ている方は原作のドラマも見ていらっしゃると思うんですけど、日本版は日本版でまた新しい星から来たあなたになっていますので、原作ファンだからちょっと不安って方も多分いるとは思うんですけど、また違う視点で楽しんでいただければなと思います。よろしくお願いします。せーの、ぜひご覧ください。